心が簡略化されているの。あれが水の浄化作用を増幅させている装置だ。
れば貴様は。一瞬で消えてしまうものかと思ったが、ハール武団の魂は予想以上に強靭なようだ。邪魔者め、下がれ。どこを見ている。俺を仕留める絶好の機会だ。そうだろう。タイニースレイブ、奴を倒して装置を止めるぞ。創世の術、今こそ感情の時。粉々よ、全力攻撃だ。ヘイハッヘイ、ジャッジメント、装甲のオン。ヤッハッ、砕け散れ。フッヨッ、それ食らえ。素晴らしい瞬間。よし、出発だ。食らえ。ジョック、十五。神業トゲよ。燃えろ。神聖なる恩恵。万物の矜持。律令、十五。ジョック。結霜せよ。神聖なる恩恵。ジャッジメント。よっ、それ。意地よ、悪魔になる恩子。せぇ、律令、十五。ラメきなさい。はっ、くらえ。ねへ、神聖なる恩恵。万物の矜持。くらえ。悪魔になる恩子。冒険だ、冒険。燃えろ。みんながそばにいてくれ。進化を遂げよ。扉は。どうしよう。あのアビスの司祭を倒しても装置が止まらないぞ。ハール武団。チッ、装置が動作している限り呪われた俺たちは本来の力を発揮できない。今この場でアビスに対抗できるのは貴様だけだ。あいつの献身を無駄にしないためにも、ここで時間を使うのは得策じゃない。転移の扉と周りの光は見たか。奴はおそらくエネルギー装置を他のところに分散しておいている。そこへ行き装置を確認するんだ。急ぐぞ。あのアビスが設置した転移の扉を通るのか。おい、待てって。十五、ジョック、創世の。目には目を。よっ、それ。律令、十五。燃えろ。粉々よ。それ、よっ。
ぞ。はい、それくらえ。サンキュー、冥王牽制。ちょっと呪文律令。砕け散れ。早くよっ。それよっ。この装置を早く破壊して。それわめきなさい。みんなは俺が守る。こんなものよ。わめきなさい。目には目を。はい、よっ。想定内の不運だ。それよっ。へい、ジャッジメント。リジオチョック、呪言律令。よいしょ。これで装置は完全に止まったよな。はあ、焼けつくような痛みもなくなった。オイラたち、アビスの計画を阻止できたってことか。はあ、確認させてくれ。ダインのやつ、かなり落ち込んでるんじゃないか。昔の戦友とこんな形で再会するなんて。行こう。申し訳ございません、末光の剣ダインスレイブ様。あの時、俺は民を守ることができませんでした。いや、この500年、貴様は自分の責務を果たしてくれた。今でも、貴様たちは俺の誇りだ。カーン・ルイヤは滅亡していないんですよね。だってこうしてあなた様が立っているんですから。うん、
必要もない。さっきのってハール武団の魂か？ここには奇妙な力がいくつも集まっている。魂を目にしてもおかしくはないだろう。だがこれ以上深いところを探索するつもりなら注意する必要がある。ああ、気をつけるよ。ところで、ダインは一緒に来ないのか？さっきの装置で少なからずダメージを受けた。体が癒えるまでしばらく時間がかかる。そうだったのかって、そんなのとっくに気づいてたぞ。ずっと痩せ我慢してたんだろ。ダインにも休みが必要だと思うぞ。例えば休暇を取るとか。休暇？俺に似つかわしくない言葉だな。俺にはまだなさなければならないことがある。今この時も運命の食器の計画は進んでいるのだからな。ここの増幅装置もあの計画と何か関係があると疑った方がいい。気遣い感謝する、雇用主。次に会うとき、貴様が向こう側になっていないことを祈ろう。まったく、最後にあんなこと言うなんて、根に持つにも程があるぞ。お前の妹さんには会えなかったけど、手がかりはいっぱい手に入ったな。旅を続けてれば、いつか会える日が来るさ。そしたら、ちゃんと仲直りするんだぞ。な、忘れるところだった。オイラたち、ヒルチャールの変わった行動を調べにここへ来たんだったよな。ひとまず、コーフさんに報告はできるけど、どこから話せばいいんだ？ここの出来事って、事情を知らない人からすると複雑すぎるし。とりあえず、依頼のことは忘れないようにしとこう。